どうですか、引っ越しの調子は。もう大忙しい。明日です。明日ですね。明日アートさんが来られます。来られますね。はい、大変ですね。大変ですね、はい、この後も爪作業が残ってますけども、はい、2爪はいはしていただけるプランで、あららら、行かせていただきました。あまりにも時間がなくてですね、タイパですね。タイパでちょっとね、未然に切って未然にそこで表現する。未然に切って行かせていただきました。行かせていただきました。はいはい、すごい、ごめんなさいね、もうずっとジタバタジタバタした映像でね。そうなんですよ。はい、ガヤ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 してね、これがいつ出てるか分かりませんが。そうですよね。まだね、新居の動画は出てないでしょうけども、だと思います。はい、またね、その辺に関してはちょっと動画でお伝えさせていただきますので、はい、とりあえず皆さんご安心くださいと。はい、そうです。バタバタしながらもいろいろとまとまりそうですので。そうですね、はい、ご安心した上でお楽しみにということで、シンプルに今日もね、面白い動画、今日はですね、はい、8分23秒が爆笑ポイントです。うわ、出たや、お前のその予告。いや、この動画の2分、早っ、だいぶ早く来るじゃん。ピークは2分です。いや、27分の時点。おぉ、だいぶ後半にじゃあドカン来るね。そうです。なので、ね、27分は見てください、皆さん。見てください。はい。そうしますとですね、視聴維持率っていうのがなくなりますので、ぜひよろしくお願いします。おすすめに、ね、なんかこう、ね、面白いじゃんって思ってくれるんでね。うん。まあ、どっちみちですよ。どっちみちなんですよ。はい。はい、ほんでなんや。ほんでですね、もう結構体力使ってるじゃないですか。おっさん。この後もね、いろいろ作業しないといけないんですけれども、腹が減っちゃ作業できないということで、好きなだけ食べてくださいって感じなんですよ。はい、今日はなんで上位しました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと机の上に並べていきますんで、はい、協力してください。はい、じゃじゃーん、じゃんじゃかじゃかじゃか、じゃんじゃーん。イエー。ということで、こちらにですね、1万円分のファミリーレストランの料理がございます。ありがとう、買ってきてくれたんですね、おじさん。結構大変だったよ。ありがとう、おじさん。ありがとう、おじさんやめて。ありがとう、おじさん。ありがとう、おじさん。3店舗行きました。助かります。まずこちら、デニーズでーす。デニーズラン、ここデニーズ、あ、サイゼリアがいる。この辺がサイゼ。サイゼラン。サイゼラン。この辺がガストランでーす。ガストが一番多い？このガストが一番多い。ね。意外とね、そのデザート系もあったり、サラダもあったり、ね、バランスよくちょっと、今回購入させてもらってますので。聞いたらいい、ケイに食べるとき。そうですね、これなーにーって。これ食べてもいいって。うん。そしたらもたもたしながら探すんで。はは、カットせえ。ということで、こちら食べていきましょう。食べながら遊びましょうって話でしょ。そういう話。よっしゃ、やっと映れた。嬉しい。よかったね。よかった。じゃあもうね、うん、これ1万円分あるんですけど、はい、こんなに買えるんだっていう。ね。もう1万円分食べきろうと思ってたんですけど、こんなにあるんだ。あー、食べきるのは無理よ。だって誰だと思ったの。小食の。小食モンスター。いや、いただきましょうよ。いただきましょう。マジで腹減っとるけ。じゃあ、ドラフトする。いいよ。選択希望ファミレス選手。KK1 巡目。豚しゃぶ。豚しゃぶ。デニーズ。第一次選択希望選手。タイガ。豚しゃぶ。おーっと、ここで競合。早速頑張りました。早速競合です。で、ちょっと5分もらっていい？あの、抽選箱作るわ。いいめんどいめんどい。待て、そういうね、うん、そういうのは得意で。孤独作ってくるよ。いい、はい、ショートみたいに。いらい時間かかるでいい、それに。一緒に食べればいいし。食え。別に一巡豚鍋じゃねえ。勝手に、完全にそれしようと思って完全に被してきたもんね。そう、それがしたかっただけ。どれ？第一次。第一位選択希望選手。エビのサラダ。健康的でいいね。これ一応ね、ガストのエビとフルーツのサラダ。え、嬉しい。フルーツ入ったの。え、嬉しい。それがどういうことか。でもトマト入ってる。分外。そこまで言う、トマト言って。いただきます。おい、待て。手を合わせろ。あ、すいません。せーの、いただきます。ずっとやってるよね、それ。いや、昔からやっとんだって。兄ちゃんはやってんだって。いや、じゃあそうなんだ。兄ちゃんはやってないよ。ずーっとね、なんそれって思いながらね、見とったっけ、みんなのこと。みんなのことを。うわー、だって父さん、母さん、妹、姉ちゃん、兄ちゃんはずっとそう思ってたって。なんそれ、みんなに楽しくいただきますってやっとったの。あの楽しかった思い出。このさ、なんていうの、カレーみたいな味がするやつ、あれでしょ、インドカレー食べに行ったらついてくるサラダの。あれ美味しいよね、インドカレーのサラダのついてるドレッシング。美味しい。家庭の味がするな、この豚しゃぶ。これチルさんに食わしたら死ぬよ。キウイ入ってるけ。ほんまじゃ。チルさんキウイアレルギーだけね。ね。それをいつも忘れてキウイを食べさそうとしてしまう。そう。マジ危ない。ほんまに危ない。ね。アナフィラキシーとかになるレベルのやつらしくて。うまっ！うまいね。うん。ファミレスあるある。お、ある。
ないですよ。ないですか？ないですよ。ないですね。ないですよ。オッケー。じゃあ、あります？なんか。オッケー、絞り出そう。ファミレスあるあるじゃないんだけどさ。ファミレスあるあるじゃないんかい。ファミレスあるあるじゃないんかい。あの、店員あるあるなんですけど、どことは言いませんけど、うん、今日テイクアウトでね、持ち帰るときにですね、店員さん二人いらっしゃって、一人レジのところにおば様。で、もう一人、このよいしょよいしょしてくれとったのが多分若い女の子だったんですよ。うん、で、若い女の子に、レジおばちゃんが、袋はいるのみたいに聞いとって、うん、その時点ちょっと強かったんよ。うん、言い方が。はいはい。袋はどうするのみたいな。そしたら、その若い子が聞いてきて、お客様袋どうされますか、あ、つけてくださいって、レジの方行って。そしたら、レジのおば様がこっち向いて、ビニール袋はこちらでサービスさせていただきますって言われたんよ。笑顔で、すごい笑顔で。うん、でもさ、その前にさ、こっち、そのやりとり見とるけさ、あなた高圧的な人ですよねって。こっちにいい感じでやっても、もうバレてますよみたいな。見えてますけどっていうことがあった。1個目のあるある長。あるあるじゃないこれ。もうあるあるではない。あるあるではないよね。あるあるではない。そんなないよね。うん、今日のファミレス憤慨トークか。お前が。今日のファミレス憤慨トークよ。あるよね、たまに。そのやりとりこっちに見せんでって、裏でやってっていうね。あれもあったよね、不動産屋に行った時の話。言っちゃね、言っちゃね。食べよっけ。兄ちゃんはじゃあ、カキフライ食べた方がいいよ。カキフライ食べ ?1 個ずつ食べた方がいいよ、これは。うん。一応。一応ね。うん、美味しいよ美味しいよ。食べよっていい？いいよ。不動産屋に行ってですね、こう対面でどこどこの物件おすすめお願いします出してくれました。で、あんまね出してくれたのがあんまこうピンとこなくって、何々区ありますかねみたいな言って、うん、で、その不動産屋はある区の不動産屋なんですけど、そこ以外の地域の何々区の物件ありますかねって、うん、あ、わかりましたありますって、その対応してくれた人が結構若い新人の人で、うん、もう何でもこうこっちが言ったことをこうやってくれる、うん、調べてくれて、おすすめしてくれて、はいはい、でちょっとピンとこないですね。じゃあこのその不動産屋以外の何々区ありますかね。エリアを広げてね、どんどん、うん、エリアを広げていったわけですよ、うん、で、そしたら今あったことを隣の上司にお伝えしますんで少々お待ちください、はい、あ、わかりましたと。隣にね、外国人を対応してるその先輩がいたんですよ、うん、40代ぐらいのね。で、その人にすいません、ここ、こうで、ここ、こうで。ここへよ。うん。ただ、距離が近いけ、そのここへも聞こえるわけ。はい。全部聞こえるわけ。全部聞こえるわけ。うん、で、ここへ同士のやり取りしてるわけよ。その上司とね。うん。ここ、こうで、何々区を今、エリア広げて、調べますんで、って報告したわけ、上司に。うん。そしたら、その上司が、その新人の子に、それじゃあ、他の区はあんまり紹介しないで。俺だったら、ここの区は保証とかがいろいろあって、いいから、それをお勧めするけどね。ちょっと強めに言ったんよ。だからその不動産屋がある区の物件の方がお勧めしやすかったり、まあ向こう的に都合がいいんだろうね。そう、内見行きやすいとか都合がいいらしくて、うん、ここの区をお勧めしろ、こう言ってみたいな感じを言ったら、うん、全部聞こえとんよ。聞こえとって、その若い子がこう颯爽とね、このコロコロの椅子、コロコロの椅子をこうシューって帰ってきて、こちらの〇〇区を僕はお勧めします。なぜならこういう保証がありまして、僕はここがいいと思うんですよねって言ってきて、100で聞こえてますよ。無理無理無理。上司も、お前できる上司だとしたらその会話客に聞かせるな。お前もできないやつか。ピュアじゃけえさ、その新人も、僕は〇〇子をおすすめします。まっすぐな目で。無理無理無理。なんで？びっくりして、なんでそうなるかなってことがありまして。サイズあるある。はい。辛味チキン、うん、1ミリも辛くない。うん、そうか。うん、あと辛味チキン勝手に食べんで。うん、なんで？食べ方あるけ、食べ方を教えてあげていい。今日たまたま見つけた、ショートで。まずこう持ちます。真似して。持ちますね。ああ、ああ、ダメじゃん。真似したくない。そんなダメよね。ダメ。一人でやって、そうなるんだったら真似したくないね。ごめんけど。そうですね。これソースついてなかった？ソースとかないよ、辛味チキン。え、あるはずなんですか？ないよ。ないんだ。デフォエはない。あ、そうなんだ、うん、お店だったらあるのかもしれない。ない。お店だったらあるんかもしれない。食べたことあるんじゃけ、サイゼリアで。だってショートで見たんじゃもん。で、それはショートは特別につけてるだけよ。そのデフォであるじゃなくて、多分あるやつをサイゼって取れるように自分で取っていいんよ、調味料。それを持ってきたってことだよ。そういうこと。辛味付きについてるやつではない。そっか、うん、じゃあ食べますね。こうやって横からこういうのを抜く。いや、爆発するじゃん。すっごい力入れてる。あ、こう、スルスルってね。ちょっと今、冷えとるけ、あれなんだろう。ダメー。お前、ねずこか。お前、ねずこか、お前。
骨食いよるじゃんお前。鬼になっとるやないかい。これら根塚鬼になっとるやないかお前。大丈夫言うてお前。こっちお前柱に散々言ったよ、ねずこは大丈夫って。ねずこは大丈夫じゃけやらんでくれって、人間の心持ってるけどやらんでくれ言ったのに、もう骨食ってしまっとる。鬼になってしまった。ダメじゃ、内首。兄ちゃんのものも内首じゃ。ダメだ。もう覚悟した。もうダメじゃ、うん。言ってしまったっけ。もうお前だけ殺すではない。もうわしもやしね。うん、すり歩いたのが悪かった。唐揚げも食べてみよう。試しに。これは唐揚げね。ああ、ガストね。デニーズね。デニーズか。ガスだったら、からよしがあるけど、うまいね、から揚げ。あれ、なんなん急にからよしとか言い出したの。なんなのね。じゃ、多分違うけど、仮説のストーリー言っていい？あ、いいよ。からよしさんっていう、小さい唐揚げ屋がありましたと昔、ガストさんにうちの唐揚げ美味しいんでぜひ全国チェーンのガストさん提携で使ってくれませんか、うん、名前とか出さなくていいんでもちろん初めはもちろんお安くてご提供させていただきます、はいはい、で何十年経ってガストの唐揚げ美味しいよね巷で噂になりました、はいはい、うちも美味しいと思ってる。そうだよな、美味しいよなガストの唐揚げ。僕はすごい思うんだけどね。出てくんな。ストーリーの邪魔じゃねえ今。鼻折るな話の。こっちじゃない。まず猪木かお前。嘘つくな。嘘ついてるじゃないかお前。嘘じゃもんこれ。ないもんこんなストーリー。じゃあ鼻折ってええや。鼻折ってます。で、ガスの唐揚げ美味しいよねってなって、唐揚げ氏が、うん、そろそろ権利関係言っていいかなって言い出して。あ、美男じゃないんじゃ。兄ちゃんのイメージね今、うん、勝手に想像しとったけど、ガストがお世話になってますと、うん、ここまでやってくれたのは唐揚げさんのおかげです。うん、ここで唐揚げさんのブランド、名前、世界に売り出しましょう、うん、みたいな感じかと思ったら、うん、唐揚げが、そろそろ権利関係言ってもいいかな。そろそろ言えるかなみたいな感じで。で、ガストさんも、まあ、そうですよね。いや、全然いい話じゃないじゃん。いい話じゃな。っていう、嘘の話を考えたと。そう、今パッとね。まあ、この唐揚げはデニーズなんだけどね。これまあ、パッと調べなんで、違ったらごめんなさいね。もともと唐揚げという唐揚げ専門店がスカイラブックグループホールディングスの中にあったと。それで、2021年3月からガストの店内に同じチームのメンバーを入れたみたいなイメージっぽい。なるほどね。それがなぜかというと、2020年世はまさに変わりました。コロナによって一気に変わりましたね。はいはいはい。そこでテイクアウト需要が増え、うん、唐揚げ専門店の味をお家でも食べてもらおうということでガストの中に設置して、そこで唐揚げの、テイクアウトを一気に進めたと。それで2021年から、ガスト全国1000店以上に、はい、唐揚げを導入しだしたと、うん、そういうことらしいです、うん、なんでもともとね同じホールディングススカイラークの中にあったっぽいよ。あったんだね、うん、全然違うそのストーリー、うん、ちょっとそんなガストのうまそうなハンバーグいただこうかな。そちらはですねプレミアムバーグシチュープレミアムバーグで上にシチューがかかってます。うまっ。うん、おいしい。昨日ちょっと鶏の内行ってきまして。あの熊手会社行きましたよ。ほんまだ。なんで一言言ってくれんの。おらんかったもん。新しいのも買いました。買ったんだよ。買っときました。いくら買ったんすか。あれ3万ぐらいだったよ、ね、2万円ぐらいの購入しました今回は。はい、あの見た目的に一番気に入ったやつを来年何竜年みたいなのある。タツタツか竜年って竜年ってある文字だけで覚えとるけど。えタツでしょ。だいたいわかるじゃろ。竜まで出とったらタツかなって、ね、真ん中に竜があしらった可愛らしい、あれを買っときました。おー、ありがとうございます。前あれノージャンクって書いてますじゃん。あ、来年のあれを祈願するんだけど、はい、来年ツアーありますんで、はい、あのミーヤキースで書いてもらってきました。なるほどなるほど、はい、ミーヤキースでやっていきましょうと。はい、はい、書いておきました。はい、はい、じゃあファミレス。ファミレスあるある。あるあるっていうか、うん、ホームファミレスってみんなあると思うよ。どこ。よく自分が行くファミレスよね。そうとか、うん、まあ若い頃よく行ってたここみたいな。うまマヨコンビだそれ。ダブルにしてます。水牛チーズピッツァも美味しいよ。サイデン負けてません。マジで負けてませんよ、ガストさん。で、ホームはどこ。カフェ、レストラン、ガスト。ガストかい、うん、敵むき出しで。負けてませんよ、ガストさん、言うといて。兄ちゃんは、昔で言うと、これダントツで、うん、ジョイフルですね。ジョイフル分かりますかみんな。西日本だけなんかな。ジョイフルっていうファミレスがあって、それこそ今ヒカルさんがコラボした、ね、ずっとコラボしてるね、うん、こっちの方だとサイゼが安くてうまいみたいな、安くて学生とか行きやすいファミレス代表みたいな。多分結構西の方だとそれがジョイフルだと思う、うん、死ぬほど安いよね。うん、安い。でもう昔はドリンクバーだけで朝まで居座るみたいなね。24時間だったっけね。そう、ほんまに高校生ぐらいの時か。友達のお母さんが働いとったりとか、うんうん、地元のファミレスだけどね、うん、それでなんかあんまこう悪いとこは見せれんなみたいなとかあったりとか。あったりとかね。うん、年末年始は帰るんですか広島。
年末年始帰ります。何日から？決めてないね。それもさ、撮影のスケジュールとかによって変わってくるけどさ。まあ30にはさや帰りたいなっていう。ただもう今新幹線がない。え、もう発売したの？発売してる。もうほぼ埋まっとるよ。え、やばいじゃん。うん。だからね、14時、15時発とかは余っとんだけどね。みんな早く帰りたいけど午前がないだろ？そう、もうない。兄ちゃんはどうするんですか？あ、じゃあ帰りません。帰りません。はい。バタバタしてると思うんで。あと、おみそかゆっくりラジオ見たいんです。ははそうよね。いや、ばあちゃん家帰るけさ、バーベキューをしようと思って、それに来ればいいのに。兄ちゃんなしよ。だけど、それ取っとこうや。バーベキューだったらせっかくちょっと映えるじゃん。うん、映える。回したいけどね。回したいな。まあ、サブちゃんぐらいは取れそうだけど。まあ、お互いの正月みたいなね、ところで。いいんじゃない？いいじゃない。一個企画ができました。ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。これで電買ったりもするんですよ。これで電買ったらウケる。ウケるね。これで電買ったらマジウケるね。ウケる、ウケる、ウケる。ウケる、いろんな意味ありすぎだろ。うまいね。いや、やっぱファミレスってうまいじゃん。これエビチャーハン食うわ。チャーハンじゃないだろ、どっかどう見ても。これはサイズですね。サイゼリヤ。サイゼリ、あの。サイゼリヤ。もうサイゼリって言ってるじゃん。探す人が。サイゼリヤの宮の風ドリヤ。じゃあこれエビって作るやん。しかもドリアね。サイゼリアのエビドリア。逆逆。サイゼリアのエビクリームグラタン。あんがついた。いや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 。いや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 。もういや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 。ミラノ風ドリア食べよ。これアレンジしようかな。ちょ、アレンジだけしようや。まあ普通にミラノ風ドリアってうまいじゃないですか。じゃあ分かった。このマヨコーンピザに、まずは。うわっ！ガストとサイゼリアのコラボレーション。そう、これクリームね、クリームチーズを塗って、で、このおろしを乗せて、じゃじゃーん！カニチャーハンでーす。絶対違うだろ。どっからカニが生まれたんや。カニの材料なんや。チャーハンでもないしな。米どこから出てきたんや。炭水化物全部米だと思っとんか？ハンバーグはどこ行ったんや。消えるんか？それが合体したら。うん。すごい進化だな。カニカマみたいな味がする。絶対こいつには何も食わしたくない。カニカマだったよ。ぜひお試しあれ。っていうのは冗談で。うん。っていうのは冗談で。ね。うん。うん、別に美味しくなってることはない。で、一体感があるわけでもない、うん。ね、別にまずくはないけど、これ発見じゃ言うこともない。そのまんまの味、順々に味が来るだけ。ミラノ風ドリアに、デニーズのおろしをかけて、ウェンディーズで、ハンバーガー買って、オンデーズのメガネをかけて、何オンデーズのメガネって。オンデーズ知らんの？知らん。メガネ全国チェーンじゃないの？どうなった？美味しいよ、これさっぱりした。へー。ちょっと普通に食べてごらん。普通にまず食うってことね。うん、すっごいおろしの味する。すごい！あ、バレた。すっごいおろしの味する。はい、それです。サイゼリアって言ったらさ、うん、安くてマジうまかったんよ、この間行った時に。あんま行ったことなかった。あんま行ったことなかったんだけど。軽視しとったんやろちょっと。軽蔑しとったんかいね。軽蔑までは言ってないから。そう。軽視でいいじゃん、別に。あ、そっか。うん。でも、ワインが美味しいってね。やっぱいろんなワイン動画を見ると、サイゼリアのワインバカにできませんよっていう。グラスワイン。グラスワイン。100円の。バカにできませんよってだけだ。こう、ワイン好きを。としてはね。寿司はね、一回はこう飲んでおきたいなっていうので。バカにしますけど。バカにしますけど。うん、バカにしとるよって言って。バカにしないでよって言われたけどね、サイゼリアの方に。言われたけどね。うん。飲んでみてよーって。ねえ。で、実際行って飲んでみたわけよ。うまい。何が違う？うまい、美味しくないの、うまいの違いは何？なんか雑味があるかどうかって感じ、個人的には。兄ちゃんの中では、うまいっていうか、飲みやすいがうまいになるというか、まあビールしかり、うん、ワインしかり、飲みやすい、飲みにくくないがうまいみたいな感じになるわけよ。うん、でも別にそれうまいわけじゃないじゃん。うん、なんか、飲みにくくないだけで別に、あ、うまいわにはならんわけ。うん。深みを感じるかどうかっていうのは一個ある。ワインでもね。へぇ。でも他にもいろんな要素がある。深みがあれば美味しいってわけじゃないし、さっぱりしとって美味しいのもあるし。うまいの種類はたくさんあるんだけど、サイゼのワインはすっきりして美味しい。それこそ、唐揚げでも美味しい美味しくないがあるようなもん。そういうこと。なんか、こってりしすぎて、油油して美味しくないなもあるじゃん。パリッとしてると美味しいのもあるし、じわっとして美味しいのもあるみたいなさ。いろんな美味しいってある。はいはい、はい。そんな感じだね。で、あの味で、100円みたいな。100円ってね、だって、ジュースも買えんよ。だって、外でお酒飲んだら、350円からじゃん。レモンサワーでも。安いサワーでね。ね。これ100円で1杯飲めるっていう。静かにしまっていい。出るんよ。なんで？サイゼリアね、自社で作っとるけ、あんだけ安くね、できるみたいで。すごいね。すごいよ、マジで。ありがたすぎるよね。うん。お会計した時びっくりしたもん。すげえ、すげえ、すげえ、すげえ。やだなー。うん。松浦あややでーす。何それ？ん？何それ？
何やそれは、こっちが言いたいんじゃない。何分待ってるよ。40分ぐらい。あと5分喋るよ。みんな、あと5分喋るよ、今から。いいよ、宣言なんで。だとしたらもう27分来とると思うよ。大爆笑言っとる、今。え、もしかして、マジであれやねえっすの。どこもしかして。27分です。マジ？はい。下見てみ？一回止めて。巻き戻してみ？取れ高なさすぎて、8分ぐらいなんじゃない今。キュッとしたら。無駄な話しかしてないけ。無駄な話しかしないだろ、いつも。無駄な話で30分喋ってるんだろ。しっかり言うな。バランス、ネタバラシするな。ネタバラシじゃない。みんな分かった上で見てくれとんじゃない。優しい。優しいとかじゃない。それが魅力。あ、そうなんだ。すげえっす。魅力なんでそんななんか、バカパワフルな。それが魅力魅力パフェ食いたい、パフェ。パンケーキ食べたい。いいよ。どうぞ。だって、パンケーキなんてさ、家で作れますよ。それがファミレスだったらどんなことなんですかっていう。これはデニーズのパフェ？デニーズのパフェ。デニーズのパフェも高いよね。これさつまいものパフェですね。どんぐらい円？これ700円ぐらいだな。で、デニーズは、ネット注文したわけよ。で、受け取りに行った。でもそれ11月30日で終わるんだって、そのサービス。このね、まず、パフェは、コーンフレークが入っとったら、終わり。持論がね、そうあるんだね。コーンフレークはもうかさ増しと思っとるけ。パフェって奥深いんですよ。パフェに詳しい人が言ってました。どう奥深いって？それこそマリアージュですよ。はいはい、はい、一層一層全て計算されて全てに意図があるみたいな。はいはい、ここでこうさせてこういってこうこうこうみたいな。どういう意図？これ4段ぐらいあるけど、うまいうまいって思わせる意図。何でもいいじゃん。じゃあ一層一層であるんじゃなかったパンチが。知らん。分からん。でも分かるよ、それでいいんじゃん。消費者に届くときは、ね、音楽も一緒じゃん。でも作り手は意図がないといけないわけよ。そう、脳死でコーンフレーク入れることが良くない。良くないね。意図を持ってっていうのが、ね、一番大事で。そうですね。音楽でもこうこうこう言ってこうこうこうしたらこうこうこういう感覚になるだろうな。でもそれは知らず知らずのうちに聞く人はそうなっとけばいい。こういう意図を持ってこうやってしておくんだろうなって思わせたらダメだけどね。感情を操作されてないわけだけどね。そう、これパンケーキはもうね、しみしみですよ。それは撮影する前にメイプルかけたけどね。あ、兄ちゃんかけたのか。それこっちの話よ。サムネ撮る時にかけたんだけど。うまい、これうまいしか出てこんわ。うまい。意図は知らん。チルさんって清水翔太に似とるよ。似とる。この間モスのメンバーにも言われとった。モスで最近チルさんの話題になって、清水翔太さんに似とるっていうので話題になって見比べてたんですって言われて、チルさんはうんああって言っとった。てる。うん、うわ、出てますけどね、新曲が。12月2日に、我々ミーアキースのニューシングル、はいはい、マスカレード、フィーチャリング、モスさんで、はい。これまた初めてのパターンの曲で。そうですね。初めて生音を、生のブラス入れていただきまして、モスといえばね、世界で活躍するモスさんですから。どうでしょう、アメリカでゴッドタレントで。ユリアンさんがね、バズったり、とにかく明るい安村さんがね、決勝行ったりとかね。うん、オーディション番組ですよね。うん、あれで、大活躍。うん。準決勝までやったんかな。準決勝行って、で、アメリカからの凱旋ライブって、今度12月20日にね。ね、やられるみたいな。やられますけど。見に行きましょう。見に行きたいですね。お前は行かんのか。行きますよ。見ちゃ行くけど、お前は行かんのか。行きますよ。お誘いいただいてますから。あ、ほんま？行きますよ、そりゃ。よかったよかった。あれなんかさ、もうみんな聞いてくれてると思うけど、またニューミヤケースでしょ。どうでしたか？進化して。で、トラック計算？え、トラック計算？じゃないよね。じゃないか。トラック計算です。ああ。で、まあ、ブラスアレンジは、あちらでしていただいて。ベースのね、音。ブラス以外の部分は結構全部作ったと。そうです。久々なんじゃない？K のフルプロデュースみたいなところ。確かにね。ミックルはね、毎回全曲やってくれてるけど。はい。今回はね、やっぱ、生でブラスが入って、想像より、やっぱね、良いね。自分が想定しとったところの枠を、超えた。超えてくれるんだ。一個レベルが上がるね、やっぱり。それはもちろんそうじゃん、そうじゃんか。うん、打ち込みの音を生でしたら、クオリティはもちろん音質というか、進化するっていうのは、ね、そこは想像してんだけど、モスらしさみたいなところがあるけさ、ブラスが4人が織りなって、っていうところがあるけ、そういう意味で、ほんまに新しいエッセンスが加わった。はい、はい。完全にあれは自分一人じゃ、あれ打ち込みじゃ作れんし、うわーすごいね。あのね、なんか、絶妙な、自分では作り出せない雰囲気が、あの一曲の中で、こうまとまったなって思って。うーん、でもやっぱトラックのクオリティ自体も上がっとるし。うん、そうよね。お前自身のね、そのアホっすか。そう、こんな曲作りたいって最初にじゃあ提案したじゃん。うん、こんなのやりたいんやねみたいな。うん、でトラックが上がっとった時、チルさんもちょっとびっくりしちゃったもんね。嘘、めっちゃいいじゃんみたいな、クオリティ上がっとるねみたいな話もしたし、チルさんと。あ、そうなんだ。うん、いつの間にか成長してるもんですね。ね、やっぱね、いろんなとこで聞いてほしいな。今発売日ってみんなチェックしてくれると思うよ。だいたいさ0時に発売されて、うん、配信で聞くと思うよね。
で、その時って多分大体家の人が多いんかな、多分そうなんかなと思っとって、大体初めて新曲を聴く時家なんかなみたいな、うんうん、っていうかまあいつもの場所だと思うよね、うん、その後にいろんなところで聴いていくと思うよ、生活の中で。でそのね、聴く場所とか自分の気持ちとかによって音楽って聞こえ方違うけ。うわ、すごいかっこいい。それがね、楽しみというか。うわ、経験ミュージック早く経験ミュージックバスーン、概要欄から飛んでください。経験ミュージックバスーン、インスタグラムです私のダサいアカウント名。早く、いち早くその場で聞いてもらうのもちろん嬉しいし、早くいろんなとこに散らばって聞いてくれって思う。世界中でね、いろんなところで皆さんはいろんなとこに連れてあげてくださいと。そうですよ、いろんなところで耳元から宮木好きって言って。でもあの曲マジでライブでやりたいよね。ライブでやったらやばいじゃろうね。やばいじゃろうね。生でね、うん、ブラスパートとか、うん、泣きそうになるんじゃないちょっと。確かに。エモすぎて。ワンマンとかでね、ちょっとスケジュール合えばぜひ出てほしいですね。そうね。ご了承や。チャンスあるよね。うん。チャンスはある。皆さんもぜひ、モスの皆さんの楽曲、動画、チェックしてみてください。だってもう、TikTok100 万人超えよ。やばいよね。やばい。普通にだって世界中の人が見とるんですよ。そう。ぜひ、モスさんのことも皆さんチェックしてみてください。はい。じゃあそんなところでですね、はい、1万円分食べきりました。真実はここだから、うん、ここですから皆さんの食べきるつもりないけど、ないですよ、うん、はい、これはもうのけといて、明日最高な気分、これ明日も最高あるじゃんみたいな、明後日も最高。そうですよ。じゃあナンバーワン決める、いつも通り決めちゃうのか。ナンバーワン一番ただよいしょファン、いいですか。 3, 2, 1ブーン、バイオコーンピザー、明太パスタ。どこそれ？デニーズ？デニーズ。コムデニーズ？ガスト。ガスト。ということでですね、はい、1万円分揃えてみましたけれども、いいな、楽しそうだな、食べたいな。お、そこ俺も食ったことあるよ。だったら高評価とチャンネル登録、ね、コメントよろしくね。知ってるよっていう人も、うん、高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。高評価の数が再生数合わなかったら、知らなかった、あ、みんなガスとか知らないんだってなりますからね。なっちゃうからね。これ認知 100% だと思うんで、再生数と高評価数が同じだと思いますよね。おかしいなぁと思ったんですよね。お願いします。ライブも1月20日からツアーもありますので、はい、ぜひそちらも概要欄からチェックよろしくお願いいたします、ね、もうほぼほぼ1ヶ月後ですよ。はい、やばいね、やばいね、早いね、早いですね。動画があって頃には1ヶ月後っすか。やばいね、そう考えたら。やばいね。やばいね。そう考えたらやばい、マジで。ちょっとやばいね。ちょっとやばい、うん、構想はあるんで、頭に。はい、よろしくお願いします。ぜひ会いましょう、今のところで。うん、またね。Boy.